栃木県立博物館は栃木県の歴史や文化、自然に関する資料を展示している総合博物館になります。1982年の10月に開館し、今年の10月に39周年、来年の10月に40周年を迎えます。ぜひ栃木県立博物館で栃木県の魅力に気づいていただければと思います。栃木県の県獣ご存知でしょうか。県の獣と書いて県獣と読みます。こちらカモシカ、こちらが栃木県の県獣になります。シカというふうな名前がついていますが、実はウシ科の仲間になります。皆様、現在海のない栃木県ですが、栃木県に海があった時代があるというのをご存知ですか。こちら栃木県益子町で見つかったアンモナイトになります。さらにこちらが栃木県が海ではあったのではないかなと考えられる那須烏山市のクジラの化石になります。下野薬師寺は奈良時代以前に建てられたお寺になります。日本に3カ所しかない階段のうちの一つになります。来年40周年展ではこちらの下野薬師寺を取り上げます。皆様、日本には約3万種類の昆虫がいるということをご存知でしょうか。実は栃木県にはそのうちの約1万種類の昆虫がいます。展示室2ではその一部を紹介しております。展示室2では世界各地の昆虫標本も見ることができます。